前回も参加してくれはった人は、はい、はい、今回初めてなのが田中さんと、はい、と直美と、はい、よろしくお願いします。お願いします。この間一楽章をやったんですけど、展開部やっていきず、定住と再現部で終わっちゃったんですなんで2時間、3、4時間、3時間ぐらいやったっけ。3時間やったのに展開部もできなかったから今日この頃で、まあ今日はだからその一楽章の復習と、それから展開部やって、で2楽章やろうかなと思います。今日ってこれ何時までできるの。今日は5時まで撮ってるので、まあ、そんなにやってないそんなにやったら死んじゃう。はい、じゃあ一楽章の前半じゃない、再現部と定時部、説明してくれる人、絶賛募集中。前回出てくれた人で、それはもうね、もちろん誰でもできるやろピアニストはちゃんと弾いてくれるから、ここから弾けよって言えば弾いてくれるからじゃあさ、どういういきなり丸投げしてもできないか。じゃあ定時部を最初からちょっとこの間の復習で、どういうコンセプトで曲ができてるかとか、どういう特徴があるかとか、覚えてるところを言ってみてください。最初置いといて素晴らしいことだ。1番と2番はこうセットになってて、はい、それが基本的には3台繰り返されてる。そうですね。1、2番がセットで、そのパターンが3回繰り返されるんだけど、それがそれぞれ違うんだよって話ですよね。1番やってThank you.
番から。で、あ、最初からでいい。蝶々が短調に変わっていくっていうのはあのスラブ系の民族音楽の特徴ですよね。あの今カリンニコフの一番っていう変な曲を勉強してるんですけど、あれもあのそういう曲ですね。はい、キモい。これが逆になると、例えばアーモールからアドアになると、例えばこれは何終止っていうの？これ。そう光で終止ね。だからあの宗教的なニュアンスを。光で終止という終止なんですけど、これが2楽章のアンダンテの楽章とすごくこうに大きなこうモットーとして、ね、出てくるので、まあ、その話は後でします。はい、じゃあ7番からどうぞ。今日はフル係になったそんなつもりじゃなかったそんなつもりじゃなかった。Thank you.
つですよね。ちょっと歌い込む感じで、2つ、68以降、シラーが手ごとに切れるところはもうちょっと軽い感じ、軽い感じですか、ちょっと前向きな感じで、音楽が進んでいくように。ちょっとやってみて、この今の感じ。そのスラーをさ、ちょっともうちょっと表現してみて。でさっき、言ってくれたのかな、その少し、2小節目に向かってこう歌っていくような感じで、1小節ずつ、つまり白玉が2つずつスラーがかかってるところっていうのは、和声がその2つがセットになってて、その次とは違う和声ですっていう、その、はい、まあ、まあ、合図って言ったらあれなんだけど、まあ、そういう記号ですから、そこは少しこう、それを強調するように作ってあげると、書いてある通りだ。で、それ、まあ、それで問題になるのは、8番の4つ前にココリットがかかり始めてるんだけど、ここは少し流したい。そのフォルツァートが、今例えばクライネットとかフルートとか にありますけど、そのフォルツァートに向かっていくクレッシェンドを少しこう積極的にやりたいんだけど、ココリットがかかり始めてるからどうしようかなっていうところは解釈の分かれ目になると思うんですけど、はい、でこれは何を表してるの、タムちゃん、これは何ですか、これはホラールよね、うん、ホラールだ、はい、じゃあ8番、君の好きそうな愛の主題歌、はい、あったっけ、違いますよね。表情記号ですから、だからテンポは最初のアテンポなんでしょう。うん。ということで、だから必ずしも速くなるとは限らないですよね。ここで速くなる演奏は多いけど、速くなるとは限らない。それで、マーラーの場合、まあそうだな、マーラーの場合と言っていいかな。マーラーの場合は速度表示記号とその表情記号というのは必ず書き分けてあるんですよね。で速度表示記号も例えばニヒとアイレンとかさ、
なんかせかないでとか、ゆっくりしないでとか、なんかそういうの、結構ありますけど、そういうのは彼の例えば手記とか、それから他の人の証言とか、そういうその二次的な資料を見てると、彼はそういうのをその現場的な、その指揮者としての感覚の中で、音楽家にとって、その例えば音楽家はアッチェレランドって書くとめっちゃ速くなると、ね、でリットって書くとものすごい遅くなるから、走らないでねって言えば少しゆっくりになるだろうとか、やっぱそういう感覚で書いてるらしいんですね。だから彼マーラーの中で、その例えば、ここのシュヴェングスコールだったりとか、ニヒト・アイレンとかっていうのがどのぐらい の程度のものを想像しているものなのかっていうのはいつも考えてなきゃいけない。で、さらにそういうその速度表示記号じゃないや、表情記号っていうのは初版の時には書かれてなかったんだけど、演奏してからその後付け加えられたものっていうのもあるんですね。それをじゃあ、その付け加えられたものを、じゃあ我々がその演奏するときに、もちろんマーラーが付け加えたものなんだけれどもね、それはもともとのコンセプトと、もともとのコンセプトとしてあったものとどのぐらい差があるのかと、そういうものも考えなきゃいけなくて。だから、よく言うように、例えばシュヴェングスコールというのはイコールビーボだったりとかね、アニマートだったりとかっていう解釈っていうのは、僕は間違ってると思うんですよね。だから少し、結論を言っちゃうと、ここは、16音符の形がもうちょっと聞こえたいから、テンポあんま速くしないで、他の要素で生き生きとした感じを出してほしい。やってみよう、8番。主題の逆光形が使われてるんですよね。で、だから例えばその8番のところが、アルマの主題だとかよく言うけど、その愛の主題だとしたら、その10番っていうのはその最初に出てきたテーマ、マーチね、行進曲の、主題が使われてるから全く違うものが使われてるんだけど、どちらかっていうとそのアルマの主題の方に寄ってるんですよね。テイストがね、ドゥア系にチェンジして、下がるモチーフから上がるモチーフになってるってことは、なんていうんですか、音楽的な内容も少しこうハッピーな方向に向かっている、変わっているということですね。はい。で、11番の後は同じ形が続く、もう一回繰り返されるんだけど、バリエーションになってて、ちょっとリッチになってで、それは今置いておいて、それがリッチになった後は、あ、そこやっとこう。12番やっとく。Thank you.
ありがとう。13番の2小節前のトランペットの1番あるじゃない。まあ、すごくティピカルなとこだからここ問い出して説明しちゃうんだけど、ケンジローさ、この16分キューブはあるじゃん。そっちある？こっちはね、ないんです。ないんだよ。テムリンスキーのやつはない。で13番の2小節前 の, あのトランペットの形は、もともと8ポープだったんですよね。タラ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 って書いてあったんだけど、だから初版では、8ポープで書いてあるんだよね。だけど、第2版以降その16ポープが付け加えられてるんですね。だからこれはかなりやった時に実際にやってみたらあまり切れなかったからもっと切れていいんで16ポープを入れたと。で結構こういう修正がその初版からこの次その次の版第2版に向かっていく時 の, あの修正の中にこういうタイプの修正が結構あるんですよ。で そこはやっぱり、そういう箇所っていうのはやっぱりさらに強調して演奏されるべきだと思うわけです。だからもうちょっと切りたいということはもっと言うと13番の2小節前で音がつまりそのモチーフが裏が切れてるっていうことはそこでテンポはどうなっていくかっていうと速くはならないよね絶対。だからここから書いてないんだけどここからリターダンドが始まってるっていう、なんだろう発想がマーラーの中にあったはずなんだよね。だからリターダンドを13番の1個前に括弧で書いてあるんだけど2つ前ぐらいからかかるんだろうなと思ってる、うん、はい、ということです。じゃあじゃあもう一回、8番からさ12番までのところを説明して8番から12番までのところどうなの構造的に。あなた構造係まあ8番とキーマンがまあ一つ出てるので、うん、まああるかもしれないですけど、手間が先ほど書き方に決めていくのを逆にさ、逆を決める形で、で、まあ、11と12もセットになるんですけど、まあ、12は、あ、11は、あ、あの、12で、11は、前に比べて、その、アームになって、まあ、11番の方がバリエーションが増えてるんですよね。で例えば、11番のあと1234小節目から24ページスコアでいく24ページからのホルンとかトランペットのそのバランババンっていう形っていうのは要するにテーマの、まあ、応答で入ってるんだけどこういう形が増えたりとか。それからチェレスターがえおや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 とかやったりとかハーバルルルルルルってやったりとか8番のところでは見てほしい比べてほしいんだけど8番のところではオーケストレーションが管楽器も弦楽器も同じように書いてあるんですよね。つまりテーマがあって内線の16分音符があってっていうのは弦も管も同じように書いてあるんだけど11番からっていうのはこれが完全に分かれるかテーマは管楽器が演奏して、主にその内線の部分っていうのは弦楽器とハープが担当するっていうふうにもう役割が分かれてるわけです。で役割が分かれた時にやっぱりそのオーケストレーション響きっていうのはどちらかっていうと何て言ったらいいんでしょうね、より明確になるコンセプトがはっきりした形になるから、そういう意味ではまあバリエーションがリッチになってるということができるでしょうということです。ちなみに小節数を比べてみるとですね、8番9番が14小節なんだ。数えてみて俺ちょっとこれ酔っ払ったか分かんないなって言われて10番がバリエーションで8小節あって11番のテーマが17小節なんですよね。11番12番がだからより、大きくなってるサイズ。それはなぜかっていうと、まあそのバリエーションが増えたってことと、それからストレッターがより多くなっている後半の方がということです。はい、ここまでで分からない言葉、分からない意味が分からないお前の言ってることはみたいなところがあれば聞いてください。この間なんかちょっとそういうのがあってついていけなかったよ、点々みたいな意見があったので、大丈夫ですか？先生は見てないから手を挙げてごらん。それじゃ意味ないって。見てない。見てよ。大丈夫。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ先行きましょうか。そこまででね。はい。じゃあちょっと展開文。
したら展開。悪魔の展開。はい、じゃあ展開部はどこからかな。おい。何度ですか。展開部14からね、うん、で再現部は展開部14から決まってる2カップの再現部とか28、そう、素晴らしい、28からね。ちなみに、あの定時部、展開部、再現部っていうのは大丈夫ですか、そなた形式について。ケンジロー、そなた形式について簡単に説明して。簡単に説明して、要は、まあ、古典日本の時代に確立された曲を書くときの一つの、要は型紙みたいなもので、定時部で最初に主題を出します。うん、まあ、大体2個。この主題をとりあえず使って、で大体固定の曲だとこのマーラとトマと同じように繰り返しをします。繰り返します。で繰り返したのを要はその主題を使って、その最初主題は第一主題第一主題それぞれだから、その1と2が絡み合いながらまた違うのを出しながら曲を展開させる。違う調に行ったりもします。それが展開。で。そのもう一回 主題がその最初とほぼ同じような形で出てくるのが最後、うん、で、あ、この主題が使ってまたここに戻るというのが最後で、大体再現部では第一主題がまた出されることが多いけど、そうとは限らない、うん、第二主題から戻ってきたりすることもあるそうすることもある、うん、調整的な話も大丈夫ですね。第一、定時部、あの、まあ、つまり3部形式、アメリカでは2部形式っていうのかね、なんかあの3部形式ね、ABA' の3部形式のことの、すげえ完成されたフォームなんだけど、その後形式ね、A の中に第1主題、第2主題っていうのがあって、それぞれ調が違う風に書かれるわけね、大抵。例えば第1主題が、正モールだったら、第2主題は、ドアになったりとかするわけです。で、調整的な対立があって、で、展開部でボラボラってやった後、再現部ではその2つが同じ調整か、ないしは同主調、同主調とか、正モールだったら正とか、アーモールだったらその調整的な対立が解消されるわけね、展開再現部で。だからホルンがなかったりとかさ、ね、ポポポポポポってなったりとかするので、まあそれはいいよ。で、その、調整的な対立が解消されて、フィナーレが、コーダがくっついて終わるっていうのが、まあ、その形式の固定ハムさんと形式の大きな特徴です、ね。はい、じゃあ28から再現できるよ。Thank you.
きが S すぎてね。そう、すげえ、S の S。もうちょっと、もうちょっとアンサンブルしないと、アンサンブル、S すぎろ。28からは、あの今のところまでは同じですよね、ステージ分とね。同じですけど、ちょっと違う。何が違いますか、うん、はい、前回出てた方も出てらっしゃらなかった方も何が違いますかってことを考えよう。違い、あの、思いつくままに言ってみてください。蝶々になってるよな。蝶々になってる。そうそう。蝶々になってる。ちょうど二十八番からやってみよう。はい。蝶々になってる。はい。どう。
せーの。Thank you.
アイレンだから別に遅くはしないよみたいな。ニヒトアイレン、ちなみにこのニヒトアイ、ここにあるニヒトアイレンは初版からあるので、ね、だから少しはやった方がいいかもしれない。はい、で定時部と再現部の違いについて少し、まあ、こうやって聞くとなんとなく分かってもらえるかと思います。33の後の、ところですね。モットーが終わった後は、コラールがありますけど、コラールは、もちろん聞いて分かるように倍になってます。ここ難しいんだけどね。ちょっと33からやってみようか。先行くって言えるじゃん。先行くよ。33。そう。はい。Thank you.
ど、37番はいいですね。ピューモストスビート、少し速くなります。で、あの、クワジテンポプリモガンツベニヒベベグって書いてあるから、まあ、あの、そんなに、その相反することが2つ書いてあるね。ビビュッテンでドライファー、ドラインファーレ。ドラインファーレだから、なんか怒ってどっか行っちゃうみたいな感じで書いてある。怒り狂ってどっかに走り去っていくような感じで。って書いてあるんだけど、クワジテンポプリモガンツベニヒベベグだから、でもテンポプリモね。だからまあ、インツーじゃないってことだね、多分ね。ランバ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 ンではないと。で、ヤンカ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 ン。インフォーなんだけど、最初のテンポプリムよりちょい速い。前向きだって。で、38番のリストスとテンポは同じテンポでやろうかな。その今、37番。同じテンポでやると、あのハーモニーの、まあなんだろう、連結的にもちょうどいいから、そういう。そのテンポでやってみたら面白いかなって。41番で戻す感じですね。はい。で、その後は、以下同分な感じで進んでいくんだけど、ここでやめちゃうから。41番からやりましょうか。あ、いや、ごめんごめん。今のところ、わかるよね。38番からのところ、最初の、あの、ページ部の最初の、一番最初のテーマが、バリエーションになってるっていうのがわかるよね。それが今までよりも早いタイミングで次のバリエーションに移っていく。これちゃんと説明した方がいい？ちょっとやってみるか、38番。ゆっくりやってみよう。1、2、3、4。
例えばオーボエとかあのチェロバスとかの、あのバーンバーンパッパーンパッ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 パっていうのは、最初の主題の逆光形のバリエです。で今止めたところのまた40番の後1に3小節目あったところ、これが終わりのマークが戻っているどうぞチェレスタのパートを弾けるそんなのしてないこれ、ほいっていうのが鳴ってて、で裏でヤンパッ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 で、それに、ファンファーレがついてるね。41番の2小節目アフターコード2小節目アフターコード、あ、そこからでいいよ。41番アフターコード、自然とかのほらバルトホルンとかのファンファレみたいな感じの音です。で、コラールの素材とファンファレの素材がくっついている。で、42番の前やってみようかな。3つ前のところでいう。はい。3つ前。どうぞ。
分ね、あの42番からの、あのエドワード・ドレンゲンのところの後です、42番からのテーマはコーダですけど、アルマの主題が戻ってきて、ここにある43番の4つ前、白玉が出てくる。はい、せーの。あ、ごめんなさい。全体のアフタクトに映ってるわけだから、パラパンパン、パーパンパンパン、だからアルマの主題とその最初の主題が一緒になって、結構こう似たような感じになって親密な関係になって出てくる。だからその45番の2小節前にこの感情の爆発が来るわけね。44番からいくよ。1,2,3 はい。